カップ決勝で MOM 級の活躍をしたあの選手に送ったファンダイクの称賛がこちら。ファンダイクは決勝戦のマンオブザマッチに選ばれたが、他に選ばれるべき選手がいたと感じているようだ。試合後、インタビューで次のように語った。僕は彼ケレハーの大ファンだ。僕は彼がワールドクラスだといつも言ってきたけど、今日もまたステップアップしたね。彼はいいやつで、良いゴールキーパーで、それがリバプールのようなクラブで僕たちが必要としているものだ。 GK クイビン・ケレハーはこの試合でセーブ数9を記録。至近距離からのコール・パーマーのシュートなど決定機をいくつも阻止していた。ユルゲン・クロップ監督も、ケレハーのパフォーマンスを称賛している。クイビンは信じられないほど素晴らしかった。とても成熟したパフォーマンスだった。私はよく言うが、我々には世界最高のゴールキーパーがいて、世界最高のナンバー2がいる。彼のことをとても嬉しく思う。最高の試合だ。ケレハーなくしてリバプールの優勝はなかった。プレミアのキーパーの質の高さは本当にすごい。リバプールとチェルシーどっちの GK も良かった。ケレハーはマジですごかった。ケレハーもリバプールのユースってのがすごいとこ。下部組織から上がってきてるのがいいよね。代表でもスタメンじゃないのが不思議なくらい、このまま行けばリバプールでも守護神になれる。普通にアイルランド代表でも一番手でいいのにな。他のチームなら正ゴールキーパーできる実力はあると思う。控えのキーパーにはもったいないくらい良い選手。アリソンの不在を感じさせない。去年の夏に放出の噂があったけど残しておいてよかったよな。ケレハーなくしてリバプールの優勝はなかった。アリソンが離脱してからほとんどマイナスを感じさせない。アリソンがすごすぎるのもあるけど、セービングに足元の技術もロングフィードも一流だよ。残留すればそのうちリバプールの正 GK になれる逸材。あの試合は MOM を上げたい選手がたくさんいた。良いキーパーって試合を面白くするよな。ケレハーとペトロビッチのおかげで神試合になったと言っても過言じゃない。神の領域に片足踏み入れてるよ。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。